2016年4月14日に起きた熊本地震、福島県からは東日本大震災を体験したからこそできた迅速で適切な支援が行われていました。福島が震災で農業がだいぶ被害を受けたときに、トマトの生産日本一の熊本が、かなり福島を助けてくれました。その恩返しが、どのぐらいできるかわからないんですけれども、うちの方で熊本の甘夏を使ってオレンジとブレンドして新しいスムージーを作りました。どうぞよろしくお願いします。また同じくいわき市で行われた未来会議では、子どもたちによる募金活動が行われていました。私たちは笑顔と募金を届けながら活動しているチャリティーユニットです。募金主催のシスターズです。募金はチャイルドハウス福丸さんへいつも募金してるんですけども、今回は熊本県で大きな地震があったということで、私たちが小さな力で頑張っていこうと思っています。なのでご協力お願いします。この日の未来会議には熊本から大学の先生が来られていて、現地で感じたことなど直接お話を聞くことができました。今1週間こうつぶさにそこに、見てきて感じていることというのは、まず行政の体制とか、それからボランティア その市民の動きとか、それからあとはフェイスブックとかその SNS の活用ということを考えても、ものすごくその東日本大震災 の経験がすごく生かされて、いいシステムというかいい動きがもう本当蓄積されていて、もうそれで変な言い方ですけど、震度7の揺れでこれだけの被害で済んだのって驚くぐらい、なんかそのすごく生かされてるなっていう感じを私はしました。特に私の場合はやはり東日本大震災の経験を、皆さんの経験を聞いてきた中で考えると、非常にこの揺れでこれだけのこう迅速な対応ができてるってことの方が逆にすごいなということを思いました。でやっぱり何事も 100% はなくて、これはまずかった、あれはまずかったってあるんですけども、もう多分すごい東日本大震災とか阪神と比べ物ないぐらいいろんな知恵が生かされていましたでと感じます。でもう一つ直接感じたことは、本当にこうありがたいことに、水俣に来ていただいたりとか、いろんな縁で福島と熊本のこう友情関係というか交流もすごくできていたんですね。で今フェイスブックとかでつながっていたので、すごくこうおおと思ったことが、例えばその東日本大震災の経験者の方々というのは、その1日目これ困るよね、3日目でこれだよね、こういう情報が足りないよねってことをみんなすごくこう実感で感じているので、それをですねフェイスブックを通じて、熊本の人より早く、その福島とかその東北の人たちが、今この情報足りないだろう、今こういうことに気をつけなきゃねってことを直接送ってくれたんですね。だから単に一般的なものとして経験が生かされたというだけではなくて、具体的に東北福島の方からこう直接情報とか、それから物資の支援、それからすぐに募金も募ってくださって、福島の友人たちが熊本を支援するという募金も募ってくださって、具体的なものすごく早くて適切な支援をいただいたというのも、1週間ですごくこう少しずつ回復に向かえているところ、特に熊本市内落ち着いてきていると思うので、そういう助けがあったなと私は直接すごく感じています。福島 の人たちからね、なんかこういう気持ちだったとか、こういうことがあったっていうのをいろいろ話としては聞いてたわけですよね。で例えばそのいわきの方々だったらば、その放射能の被害もあったじゃないですか。で原発事故後に一時避難をしましたという選択をした、例えばそういう方から、あの時にその津波で亡くなった方もいらっしゃったのに、
私は助けられなかったって言って泣くんですね、いわきの方がですね。でそういう時に私たちは外部の人間として、そんな放射能のね、なんか原発の事故があったらまず避難して当たり前じゃないって、そんな津波の人を助けられなかったって言って悩むことは全くないじゃないって、外部の人だったらまあそう思ってた、外部の視点として。でも例えば震災を経験してみて、本当にその渦中にいる人を、なんかなんだろう、自分より被害が大きかった人をに対して、もっとこれができなかったんじゃ、あれができなかったんじゃないかって後悔することも、すごくそういう気持ちが本当に自然に起こってくるんだなということも思ったし、なんかその余震が続くことの本当にこう言うも言われぬ恐怖感とか、なんかすごく今回体験してみて、あの時の言葉ってこういう意味だったんだってことをすごく改めて思ったことがたくさんあったということが、初めて自分のものとしてあの時の言葉ってこういう意味でおっしゃってたんだなっていうのが、もう100万分の1ぐらい少し分かるようになったっていうのはあったんですね。と同時に思ったのが、なんかその揺れだけでこれだけ私たちは大変なのに、これになんか津波とその原発事故があったっていうことのもう大変さと思って、広域だったということも含めてです、大変さというののこう意味を今まで以上に改めてこう本当に何ていうか、なんありえんだろうというか、その本当にちょっと言葉にならないぐらい大変だったということを改めて感じています。だから何か今しなきゃいけないなと思っていることは、まあ今熊本被害は比較的少なかったといえどまだ渦中なので、今こうやっていかなきゃいけないことは多くて、いろいろ心のケアとかやってるんですけれども、まあ福島というか、まあ東日本大震災と熊本地震のそのつながれる部分、共感し得る部分っていうのも大切にしながら、同時にこう安易に震度7震度7ってと同じように見るんじゃなくて、違いが何なのかということも冷静に見ながら、だから つながりながら違いもきちんと見据えながら、どうやって未来に向かっていくかとか、まあ、場合によってはみんな福島、東日本、福島のこれからの未来で、熊本のこれからの、まあ、もう一回地震からの復興と再生と、それから次に来るかもしれない地震への備えですね、全国全世界でのっていうことにきちんと向き合っていかなきゃいけないなということを改めて思っているというところです。